うもデジェブラドです。デジェブラドです。いややってきました。リーグ戦のアウェイショットさんが皆さんが第8節ということで、今回は間違えません。今回は8節8節8節で京都サンガスタジアムですね。いやー来てますね今ね。ちょっとどん天ということで曇りですけど、雨もちょっと今は止んでて、ちょっと風が出てきてるぐらいですね。ちょっと肌寒いですね。今日ね公式戦2連勝中ということで、あーマジで勢いをね、はい、そのまま3連勝で、3連勝かけてね、はい、相手にはねパトリック選手、一味選手と元ガンバ選手がいますけど、まあね、パトリック選手は一番好きなんですけど、まあもう今はガンバ、今ガンバ集中の一歩道、まあ、おとなしくしてもらいましょうね今日はね、京都さんがスタジアムキラーの我らの23番、我らがダワン選手ね、ダワン選手期待していきましょう。期待していきましょう。今日も一応ねウィナーを買ってるんですか。買いました。はい、もうこれ気合の3対0、3対0、はい、ウィナーで、何かあった時のための3対2。3対2、何かあった時、何かあった時の、なんかあのパトリックがちょっと覚醒してしまった時、暴走してしまった時の3対2、はい、これね、ちょっと今日はこの予想でいきたいと思います。一番は3-0勝利ですね。え、そうです、3-0勝利、はい、期待して、今日はね頑張って、別々でちょっと今日は見るんですけど、あ、そうですね、別々ですけど、応援する気持ちは一緒ということで、今日も勝ち点3を持って帰りましょう。では行きますよ皆さん、京都さんがご一緒に皆さんご一緒に京都さんがここでおい、バーモー、 JJ ブラザーズはガンバ大阪を応援しています。と、まずこれを話します。ジェリラニのレラリンジェラリ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 ンしてから、本日はご来場誠にありがとうございます。さあ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 、本日は雨のため足元が大変、滑りやすくなったので、弟です、パナスタの弟ですね。いいスタジアムやな、いいスタジアムやな。さて、この会話は何回目でしょうか何回くんね、まあね、パトリック選手を、はい、ガチャガチャで一応当てていきたい。1ヶ月前はね、あの誰やったっけ、出なかったの、マイケル・オーウェンやったっけ。いや、9番が出たらいいと、おさむ出して、おさむ、おさむ、おお、天馬、まあまあ引きはいいね、引きはいいんだけど、あのパトリックではない、パトリックではない、行きます、身長同じやん、天馬は、あ、俺と身長一緒、160なんみたいです。上行こうかな、上、はい、まだ今のところ3回チャンスあるんで、1000円、3回も行くんすか。ちょっと、まあね、パトリック当てるまで帰れない。帰れへんのすごいね、ガンバファンやのに、ガンバファンやのにパトリック当たるまで帰れません。誰っぽい、パトリックっぽい、パトリックっぽい、これは来たよ。3番浅田選手
まあさすがに終わるよな。さすがにな。3回目にな。な。引くってのはこれやっぱ YouTuber のあれです。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。じゃあこっち行きます。同じとこで聞いた方が良かったかな。うん。それもガチャガチャの醍醐味ということで。さあ、もう決めますよ。はい、決めますよ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。対戦ありがとうございました。8番。荒木。はい、対戦。ありがとうございました。スタジアムグルメリポーター JJ です。本日京都サンガスタジアムにてしゃぶしゃぶ丼でございます。キッチンカーの出店でしたのでいただきます。いただきます。こちらは極上ハラミ串、極上ハラミ串、こちらも同じキッチンカーで買いました。こっちが、ネギタン塩串でございます。よろしければお食べください。いただきます。シューポ JJ ブラザーズ、本日はここからお届けします。勝ちます。勝ちましょう。ゴールラー取ろうと思ったんですけど、もう秒で完売しちゃって取れなかったので、その隣の席です。ハーフタイムです。石毛俺エグすぎてさ、決めた後さ、メガネ飛んでった。飛んでった。なかった。はい。決めた瞬間のサポーター撮ってました。あ、任せてください。任せてください。試合内容もめちゃめちゃこっち押せ押せやったんで、ね、後半もね、一発相手の一発に気をつけて、相手の一発気をつけてね、はい、まあ、一発取られても二発取り返して、はい、はい、いい時間帯の人生取りましょう。先に二発取りましょう。はい、ということで後半戦も見ていきます。勝ちましょう。
勝ちます、勝つんです、勝つんです、勝ち点3もらいます。 J Brothers、どうしてもね、守備陣にミスが出てしまうとね、失点に直結してしまうので、まあ、難しいんですけどね。サッカー経験してきているので、攻めれないんですけど。まあ、次に行きたいですね。期待しましょう。石毛の湯には買います。あ、それは決まったよ。石毛の湯には買うそうです。はい、はい、しかし、負けます。まあでもスーパーゴラスト見れたんでね。まあまさかのパトリック、まさかの、まあそっちのゴラストは別にどうでもいいですけど、どうでもいいですけどね。はい、まあちゃんと挨拶してくれて、はい、パトリック選手はいい選手、いい選手ですね。これからは愛していきましょう。愛していきましょう。ガンバ戦以外での、活躍をお祈りしております。ということでね、まあ、負けは負けなんでね、負けは負けなんで、ここからどう切り替えるかですよ。はい、僕は多分1週間引きずります。リーグ戦は1週間後、はい、横浜 FC、 横浜 FC 戦ミッド、はい、ホームミッドウィークですね。あ、ルヴァンの、ルヴァンがあるんですか。東京があるんで、東京、今まで解禁ショーやったんですけど、ちょっと行けるか、ちょっとね、わかんないですけど、授業も始まってね。はい、まあ、変わらず応援していきましょう。変わらず応援していきます。粘り強く。今、背景でスーパーゴラストが流れています。えいこー、石毛オレやわ。これはね、次の試合までの、はい、活力にして、もう次は5点ぐらいこれ決めてもらってね。では同様に帰ります。ではしっかり飲みましょう。では皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。 FC 東京の皆さんは、震えてお待ちくださいということでね、はい、やっていきましょうね。バイバーイ。バイバーイ。